今、日本では空前の仏教ブームが沸き起こっています。仏女という仏像または仏教好き女子の呼称まで誕生しました。このブームの立役者がイラストレーターの三浦淳さん、他にも篠原智恵さんや中島智子さん、モデルの花さんなど、芸能界でも多数存在する仏女たち。そして何を隠そう、この私も。皆さんこんにちは、星ルナです。今回はスターランキング切手の仏女、星ルナが仏女のディープな世界をご案内します。1、仏像は大きく分けて4種類。まずは私たち仏女の癒しの源、仏像の基本知識から。この仏像、大きく分けて4種類あります。如来、菩薩、明王、天部。この4種類、ぜひとも覚えてもらいたいです。そしてそれぞれの特徴、分かりやすくまとめるとこんな感じです。如来は太っている、頭ブツブツ。菩薩はシュッとしている、装飾ジャラジャラ。明王はとにかく怒り顔。天部はインドから来た神様。ちなみに仏像にも階級があります。上から如来、菩薩、明王、天部の順で位が高いのですが、階級が高い仏像にお参りに行った方が良いのではなく、お願いする内容によってどの仏像にお参りするか決まっています。例えば極楽浄土に往生したいという大きな願いならば阿弥陀如来、日々の安全を守ってほしいという時は天部の仏像にお参りに行くのがベストです。 2. イケメン仏像セレクション。私たち仏女の最大の楽しみは何といっても仏像鑑賞。時にはイケメンの仏像に胸がキュンとしてしまうことも。そんなルナが選ぶイケメン仏像をぜひご紹介させてください。1、唐沢俊明にのイケメン仏像、帝釈天寄贈像。切れ長で涼やかな目元と筋の通った花峰で多くの女性ファンを持ち、俳優の唐沢俊明に似ているという声も聞かれるほどのイケメン仏像。帝釈天が乗っている白像にも注目。古代インドの王妃だったマヤブニンが白像が体内に入る夢を見て解任したのがお釈迦様だったという逸話もある聖なる動物なのです。2、一番有名なイケメン仏像、阿修羅像。奈良にある興福寺の国宝館で見られる八部衆の一人阿修羅。興福寺仏塔、天陶器、龍陶器像などたくさんの有名な仏像がある中でもその人気は絶大です。3、その美しさのあまり抱きつく人も。弥勒菩薩半跏思維像。京都の興福寺にある弥勒菩薩半跏思維像、実はこの弥勒菩薩像、これまでにあまりの美しさに弥勒さんの前で一晩でいいから泊まりたいと申し出る人や感極まって泣き出す人、抱きつく人などがいたのだそう。3、仏女のもう一つの楽しみ、寺フード。仏女が牽引する形で今注目を浴びているのが寺フード。今回は数ある寺フードの中でも特に大人気なのがこちら、築地本願寺の敷地内に2017年にオープンしたカフェ、つむぎの朝食メニュー。朝食メニューが食べられるのは8時から10時30分の時間帯。なんといっても一押しは18品の朝ごはん1800円。初めて行く方はぜひこれをオーダーしてみてください。お盆の上に色とりどりの小鉢がぎっしりと並んでいます。じゃこ味噌やこんにゃくの白あえなどの16種類のおかず、おかゆ、お味噌汁の献立で食べ応えも抜群。器の下には品名が書かれた紙が敷かれていて、メニューの内容が分かりやすくなっているのもいいですね。セットになっているおかゆは無料でおかわり可能。朝からたっぷりエネルギーをチャージして
仏像を思う存分堪能する。最高ですよ。あとは写仏に写経に座禅体験もなかなか。あ、すみません、そろそろ時間ですか？まだまだ語りきれない魅力があるんですよ。まあ今回はこの辺にしときますか。皆さんもぜひお寺に足を運んでみてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をよろしくお願いします。